皆さんこんにちは、山チャンネルの山健です。今回は白トッティとファルカンの引き継ぎカードがあったのでローマのチームを作ってみました。ただメンバー的に11枚しかなくて、たまたま433で作れたんで作ったっていうだけなので、あまり強そうじゃないです。まあ、2002-2003とかのローマが使えるようになれば、またいろいろと作れるようになるかなと思うんですけど、とりあえず今回は今あるカードでローマ縛りしてみましたので、そのチームでスーパーカップの方出てみようと思います。それではスーパーカップの第1試合、よかったらご覧ください。今試合開始のホイッスル。両チームのフォーメーションですが、ホームチームは4-3-3のフォーメーションです。対する相手チームは4-5-1という布陣で対抗します。安定感のある中盤と守備陣がチームを支えます。反撃へのスイッチが入りました。リケルがカットしました。この位置でボールを奪う。ペナルティエリア前で非常に強固な壁を築いています。抑えます。パスターゲット決まり、前線で得点を狙います。カルバハルが個人突破。両チームがお互いの様子を疑っているようにも見えますが、このボールを前線付近でボールを持ちます。ボールを取り返す。パスを出して抑えます。前半まだシュートを受けていない両チームです。抑えます。左に身長193センチ、ボスニア・ヘルツェゴビナ出身。今日はセンターフォワードの目標となります。奪われました。パスターゲットとなり、前線で得点を狙います。運んでいった。ボールを受けます。抑えて縦へ大きなパス。ここでサイドエリアのカバーリングを担います。つなぎます。左へ送りました。ここでのプレスが果たして手を切ります。ここで取り返す。試合を一度止めます。さあプレー再開です。このボールの相手のスタイルを見た上で戦術をどう変主審のホイッスルで後半がスタートしました。前半リードで折り返し、後半はどんな戦いになるのか注目です。マンマークで守備を固め、相手の反撃を迎え撃ちます。さあ前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。このパスは通りません。プレスをかけるよう選手たちに激しく指示しています。ボールを回します。パスを送りました。このボールを一人で行く。ボールへの激しいチェイスを指示しています。左へ送りました。回してトラップ。左へ送りました。ボールを奪います。左へ送る。回して抑えて、さあ追加点を上げて突き放したいところ。伸ばしていく。ワントラップ。ボールを受けます。どこで仕掛けるか伺っているようにも見えますが、トラップ右に出す。ワントラップ。
ームを振り出しに戻しました。同点に持ち込まれ、まだまだ分からない試合展開となってきました。ここでワンマークをするよう選手に指示が飛びます。ボールを運びます。内側へ、左へ送って、お別れの時間となってまいりました。また次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。